はい、皆さんこんにちは、ワナリルージです。では今回は対抗力士伝5明智光秀プレイ続けていきたいと思います。でですね、まあ、前回美濃に続いて越前の国も平らげて、まあ、今実質2カ国の大主になった光秀なんですけども、この先はですね、さらに若さ、この辺りをね、攻めていければいいかなというふうに思ってますので、一段落したらですね、信玄のもとに行って若狭攻略の主命を、もらっていきたいと思います。では早速ですね、信玄のもとに行きましょう。信玄は二条城にいます。もう事実上の天下人というポジションですからね。そして二カ国の大主光秀、まあ、そういう状態です。では主命の申し出を行いましょう。国の攻略、ズバリ丹波か。丹波は先に攻略でもいいかもね。光秀といえば丹波、そうだね。では丹波攻略に行きましょう。おほほほ、ダメか。なぜだ、ダメな理由を知りたいな。まあ、いずれにしてももう他に丹波攻略行っている人がいるのかもしれないな。他の武将の動向が不明ですけどね。であれば、金ヶ崎から一路若狭という選択肢欲しいけどな。ここですね、若狭一色家。少しこの辺り模索していきましょうか。一旦、本拠地に戻ります。お、大殿から山城の国の攻略、この署名が来てるんだな。故に若狭攻略が却下されたわけだ。では早速ですね、山城攻略に入っていきましょう。その前にと、自宅に行って署名を申し伝えておきます。では早速合戦に出ましょう。山城の国攻略戦ですね。まあ、山城を取ったらですね、この次に来る3カ国目の平らげというのもね、見えてくるかと思います。じゃあまずは多聞山に入り、昇龍寺、飯盛、まあ、この3つの城を一気に取っていきましょう。どれもね、光秀ゆかりの城ばかりが並んでますので、一気に取っていきます。ではまずは三好長慶、多聞山城攻略します。三好長慶と光秀もね、まあ、いわくつきというか縁深いというか、一応信玄に使者を出します。よし、信玄も出る。これで多聞山城は取れるかな。半兵衛道三、一正、長政で出ます。では攻略戦始めていきます。はい、これで多聞山城の攻略完了です。兵が残ってる今のうちに昇龍寺城も攻めましょうか。一気に二つ目の城を取ります。敵の数はたかが4000、これだったら一気にひねりつぶしてくれようぞという感じかな。では進めていきます。まあ、上流寺はね、光秀が本能寺の変の後、山崎の戦いで敗れた後、一旦夜ね入った城ですね。で、まあ、その後勝利理長を出て坂本に帰る途中、まあ一説は土民にやられて死んでしまったというのが通説ですけどね。ではここも合戦こなしていきます。はい、では降伏してきましたので、これで城2つ目確保ですね。さすがに兵がないので、飯盛山城攻略に関しては一度城に戻って体勢を立て直して
もう一度兵を率いて出陣してこようと思います。順調に来てるね。お、山城の国の攻略はこれで終わりか。飯盛山城は必要なかったんですね。では一度城に戻り、再び新たな主命をもらいたいと思います。では二条城にやっていきましたので、信玄に会って主命をもらいましょう。国の攻略、丹波。今度こそ丹波だな。丹波攻略ダメか。もう一度他のところトライしてみる。摂津もダメ。となると一度戻ってしばらくのんびり過ごさせてもらいますか。では一度城に戻ります。主命が来ないのであれば今のうちに久しぶりに診療所で診療しておこう。そうだな、診察でしょう。やっぱり診療所といえば30日ほど皆のために診療を行う。何？大殿よりお言葉。泉か。よし、じゃあ攻略しましょう。下痢に効くのはね、万能薬ですよ。やっぱり無料にします。やっぱりね、光秀クラスになればもう2カ国3カ国の大衆ですからね。さあ診療所での診療を中止して一路出陣していきましょう。まずは疲れを癒して、その後出陣します。ではまずは、三好の飯盛山城、ここを攻略していきます。どんどこどんどこ強くしていく。援軍はもはやいらないな。光秀の兵力だけで十分。ただここでは要請する、ただでね、義元とか氏康とか兵を率いてきてくれるので、これは本当にありがたいですね。いや本当太っ腹だよな、義元に関しては。さあ義元の軍が到着ですね。はい、攻略成功です。このままの勢いで畠山の城にもちょっかいを出してみましょうか。あまり兵力を失ってないのでね、チャンスはあるかなと思います。問題は敵の兵力だよね。1万4000か、でかいな。1万4000はでかいが、北条に援軍の要請を行う。さすがだな、みんな器がでかい。金を払わなくても全然援軍出してくれますからね。はい、これで無事攻略成功。いやここまでサクサクと城が取れるとなんかね、その気になってきちゃいますよね。では本拠地に帰ります。いやもう本当に古今無双の働きしてるからな。では残り一つ城残ってますが、一度休みましょう。
で、その後出陣していきます。では再び出陣していきましょう。主命達成のために、これで城を取れれば再び主命達成ですね。しかも吉本にまた援軍を要請。吉本本当にむちゃくちゃいいやつだな。で、敵の兵は4000か。これだったらひねり潰せそうだな。では攻略戦始めていきましょう。吉本自ら来てくれたな。しかもはい、これで岸和田城攻略完了です。これで信玄からの主命も達成できたと思います。戻りましょう。かなり広範囲にね、城を取っている状態なので期待できそうですね。で、主命がない状態なので一度また信玄のところに行きましょうか。はい、では信玄のもとにやっていきましたね。また主命の申し出をして、どん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 勢力を広げていく。大和と伊賀か。ここは欲しいよな。京都に近いし。だ、却下されるか。しょうがない。では城にこもりましょう。しばらく。お、菊丸がいるな。菊丸もね、まあ僕は失言だとは思ってないですけど、やらかしましたからね、オールナイトニッポンでは。では一度診療所でまた診療をして、その後再び主命を申し出ましょう。ここで信玄よりお言葉。摂津の攻略。よし、がぜんやる気が出るな。では摂津の攻略戦始めていきましょうか。では摂津攻略に進めていきましょう。もうここまで今年何度出兵してるかわからないぐらい出兵してますけど、今回は秀光、まあ明智様之助ですね、出します。で、なぜかというと、数正とかですね、半兵衛とかは主命で、まあ、それぞれ徴兵とか、軍資金の確保を行っているので、今回ね、主力級だと道三しかいないんですが、まあ、しっかりこの芥川城攻略していきましょう。心配なのが兵力の差なんですが、ここはですね、援軍の要請をします。どうしようかな。信繁ぐらいにお願いしときますか。兵士数3000か。3000だ、話にならないな。で、信門を呼び、吉本も呼びという形ですね。これで兵力の差は埋めましょう。吉本15000。さすがだな。さあ、これで大軍同士の野戦に入りますね。しっかりこなしていきます。はい、場外退去と停戦の約定を松永久秀が来るか。ここもまた何とも言えない因縁めいたものを感じますけど、今回はこの摂津を取れば、主命達成になるので場外退去してもらえれば全く問題ないですね。なのでここは一度場外退去、停戦を結んじゃいましょう。よし、順調も順調、完璧ですね。というところでですね、まあ、今回合戦しかしていないですけども、だいぶ支配している城、しかも京都に近いところばかり、獲得してますのでね、このまま光秀の
勢力を伸ばしていきたいというふうに思います。では今回はここまでさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。